どうもこんにちは、サドッツです。今回は東北地方でよく食べられているご当地麺、じゃん、こちらのザララーメン食べていきたいと思います。ザルそばやそうめんやうどんとかと同じように、東北ではこちらが当たり前のように食べられているそうです。自分秋田のスーパーでとても珍しいものだなと思ってこちらも買いました。それがこちらになります。じゃん、こちらのざるわかめざる中華です。名前のある通りわかめを練り込んである緑色の麺が特徴のご当地麺になります。今回はちょっとこちら食べ比べも兼ねてこちらと一緒に作っていきたいと思います。じゃあまず錦糸卵を作っていきたいと思います。塩を少々と水を入れていきます。これで完成。よし。これで完成です。まずはこちらのザルラーメンから茹でていきます。これをほぐして。こちらの中華麺は完成です。それでは続いてこちらのわかめざる中華を茹でていきたいと思います。匂いは普通の中華麺と変わらないですね。はい、というわけで茹で上がりました。茹で汁も結構緑っぽいんですよね。わかめが入っているのか。というわけでこちらも茹で上がりました。どういう風に盛り付けるかな。まずこう、まあ、すごい鮮やか。刻み海苔を乗せて、というわけでこちら完成しました。それじゃあ、いただきます。じゃあ、まずこちらからいただきます。うん、こちらの麺、こちらのつゆは
あのざるそばとかによく使われるようなめんつゆなんですけども、結構こちらの中華麺と味もよく合います。それじゃあ続いて、あ、こちらのわかめの方も食べていきたいと思います。うん、あ、ほのかにその香りがする。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。また見てください。